ちょっと道場でこういう棒を見つけてしまったんで、これをどういうふうに使うのかちょっと先生にお聞きして体験してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、分かりました。この棒は何ですか？これは杖ですね。杖、はい、杖ってもうちょっとなんか長いイメージがあったんですけど、うん、うち2種類使うんですけど、はい、これは短い方ですね。あ、杖にも長いのと短いのがあるんです、はいはい、刀とこの脇差しみたいな感じではなくて、こういうやつと、あと普段なんかこういうやつとね。なるほど、はい、でうちの場合は一発勝負の技が多いんですね。はい、その技の特徴っていうんですかね、そこからはやぶさの杖って書いて、はい、春杖っていう、春杖って呼称する、まあ、たるよりあんまり言わないですね、はい、初めて聞いた。棒の長さ形状で動向じゃなくて、術技の特性ですね。はやぶさの杖って、はい、端っこ打たせてね、その力で飛んでるとか、型が全部ねパパッつってね、終わっちゃう、そういうのが多いんですね。はい、はい、じゃあやってみましょう。はい、よろしくお願いします。相手が胴を袈裟に切ってくる、はい、その時こう、はい、ね、単純にこれをねスーッと差し上げて、それで左足を進めて上臂をねセンターで取るんです。はい、鷹が羽広げるようにあるところ、はい、これもこう、これじゃダメなんです、刀来ちゃうから。ああ、ね、こう左右の手をパッと、それでここから二寸五分外す、この足をさばいたね、こうさばいた、そこに右足を据えるだけ、そんで固定です。こうなんですよ。そう、進まない。進まない、それほど進まないんです。足がねこうなるだけ。そう、はい、こうですね、はい、で、こう手をパッとこうですね、はい、で、相手が抜いて下がったとこを、はい、それで、斬新、そのままこう、頭上をこうなんです。あ、こうこうなんですね、こうしようね。あーね、はい、こういう風にですね、はい、これじゃ打たれません。そう頭上を守ってるわけね。あ、なるほど。そういう形を取って下がってきて、それで下ろしながら引きつけて左にこう開いて突き詰め、牙立ちで競り上がって戻り服す。ああ、はい、こうそうで、こうこれをこう、ここへこう、そうで、こう返してブッと、そうで、こう広げるね、それで引いて回る、そうで、そのまま下がって歩き、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 まあいいや、歩き、歩き、普通にこう歩いてくれたらいいです。最初のね、間を周りを取るとこだけはね、ハッとこうやるけど、あとは普通にこう歩いてくれて、この時にこう、あ、ずっとそれでいる必要はないですよ。はい、ずっとこんな、一回だけこう間合い取って、そう、それからすんでね。あとは普通にこうバックして、はい、そうです。あ、それでこう来てこう突き詰めでこう、はい、
左足を前に出す。そうそうそう、うん、あのこれ来る瞬間に、はい、サッとこういく、そう、はい、足さばき、ストン、はい、ついてくる、ダーッとついてくる、そう、はい、で、カラス取りでサッと、で、普通に歩きで下がる、はい、そう、はい、です、はい、できました。ああ、すごいよ、すごい、すごい、いい、うん、なるほど。そう、タン、よし。タイミングなんで。ああ、結構衝撃いきますね。本当ですか。はい。これ受けると分かりますか。ここにためが生まれる。ね。その前にこうなんです。ね。で、ここ受けたでしょ。はい。したら肩のライン通りにこう負荷かけないでスッとこう。で、こう来たらこの方向に。ね、まっすぐ。面白い。試しにやってみてください。そこ形作っていい。ダンプでしょ。したら、はい、こっちの足からスッとこうなる。そうで、ドンと。あ、次行きます。ね。で、つばで止まるでしょ。止まります。つばで止まるから、そこのところ、ここで、ハッと。うわ。面白い。ね、結構きますね。きますね。飛ばされるぐらい。それ力入れてるからですか。いや、ちょうど、いや、入れてないです。あ、入れてなくてもなんだ。はい。そう。そこは入れてない。量が入れる前は関係ないです。あ、入れてなかったらなんか手でこう吸収できそうなの。ちょうどこの食べる前なんで、ここはもうちょっと一直線になっちゃってるんですね。そこのところで。ああ、そっかそっか。はい。もうここは一本なんで、ああ、ここは低集中です。なるほど、なるほど。そうそう。で、例えば曲げる。たとしても、されること分かってれば曲げれますけど、曲げたとしてもかなり隙が。うん、曲げてもやっぱ飛びますか？パーンって。飛びまではしないですね。こういう形になると思います。でもこれは別に、こう、それが目的じゃないので。曲げていても。ね、もしなんなくても、なんなきゃここで左右にカスになるんだ。ね、こうなりますね。ああ、なるほど。今やった感じ。だそこに、効かねえよってそこにいたら、バーンってくるんです。ああ。ふらっとなるほど。こういう使い方がいいですね。で、さっきの、うん、これやったでしょ、はい、これの足さばきで今のこれをね処理するとこれも終わるから、そう、この動きに対してこう入る、すれ違う、あ、でもこれ結構基本なんですか。そう、基本ですね。あっ、そうそう、余計はないですもんね。ああ、確かに、うん、あれそうお、あ、結構きます、結構きますよ。はい、すごい衝撃。で、最初にやった方の足さばきを使うと、はい、あ、これやられたら、うん、終わりっすね。終わり。はい。ああ、超強。足も使えるんですね。こう使ったか、はい、こう使ったか。ああ、なるほど。はい。これ千鳥にさばくっていう。うちの流儀にバイト出てくるやつだけど、それをここに入ってて、歩いてきて巻きつけてください。はい、ちょっとね、ほら、結構飛びますね。はい、あるいはもう一つね。ああ、これ目やられたら、ね、バシッね、もう、はい、繊維喪失しますね。繊維喪失します。だから。うん、大体刀こっちに刺してるんで絶対こっち側じゃないですか、抜き打ちするとしたら。そうなんです、だからこっち側でこっち避けてやるっていうのもあるんです。例えば毛先とかってここじゃないですか。はい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 。それを例えば上で受けるっていうのは上で受けるなんかありますか。例えばこうですね、まあ、こうやってあ押さえちゃうの
こうでしょ。なるほど。うわっね、これはね、体さばきで余計だから。そっちと同じことした。後出しじゃ、後出しじゃんけんの方が勝つんですよ。なるほど。うん、先に手出した方っていうのはもうそれになるだけだから。ああ。同じ動きしただけ。この形が。ああ、なるほど。先手で押さえ切ってきて。はい。こうやって。人、ここにいないでしょ、ここ。はい、ね変な声で。そうそう。そういうの。変な声で。はい。いや、もう振り切ってる人なんだ。一緒いないから。いないですよ。いないから。だから、二寸五分外すっていうのが一連目の術で。後出しじゃんけんで二寸五分外す。同じことしても、後出しじゃんけんが二寸五分外す。はい。それだけで全然違うんですよ、ここに。そうそうそう。二寸五分だけで。はい。だから、例えばこうなってるでしょ。はい。お互いこうなってるでしょ。はい。足踏み替えるだけでこうなるから。ああ。さっきの足、さっきの足。これ。ああ、なるほど。うん。この。いない。ね。いない。でこれは、押さえごてって言って、うち動画で見てるんですよ。ああ、見ました、見ました。縦打ちに入ってるんですね。はい、それがこれなんですね。そうそうそう、その術理。全部入ってくるんですよ。やっぱ、体験してみないと分かんないですね。そうですね。まあ、動画で見て、ああ、なるほどって思って、こう、見てはいましたけど、ね、実際体験したら、ちょっとやばいですね。でも、こっちで切られても一緒なんですね。どっちでも。それは、いくらでもありますね、やるには。無敵じゃないですか。無敵ってことはないですけど結局ね、剣が無敵だよ、居合の方が強いんだよ、情がどうのこうの、ね、必ず人間のしてることですから。あ、まあそうですね、欠点があって、これは古来から言われることなんですけど、うん、剣は上げるところ、うん、槍は引くところ、薙刀は返すところに憂い合いって言われてる。なるほど。つまりそこが欠点なんですよ。なるほどね。誰にでも生ずる欠点。その道具がゆえにね。あ、はい、ですから武術の稽古っていうのはその技を使えるように鍛錬してて、はい、その長所を伸ばすだけじゃなくて同時に欠点を承知していって、うん、でそれをどうクリアするかが個人の課題なんじゃないかなってことですよね。深いっすね。はい。だからこれとこれどっちが強いのっていうのは問題じゃないです。うん、それは個人差というかね、うん、ただ昔から他流の批判もおつまずきことと言って、ね、試合をやって勝った負けたは、うん、あくまでその人間の程度であって、うん、流儀の問題でないっていうね、はい、そういうふうに言われてるんです、うん、はい。他流批判してる人結構いますけどね、今現在。そうですね、うんうん、そういうことする暇あったら、ね、自分のこと一生懸命やる。そうですね。そう、それもそう思うんですよ。そうなんですよ。でこれは私の師匠がね、先代が言ってたことなんですけど、うん、武道人のお付き合いは、うん、新婚相照らす、うん、ね、心根が照らし合う、これをもって最上とすると、うん、いうことです。はい、勉強になります。いやいやいや。